そろそろ降伏したらどうだ。あくまでも逆らうというのなら指名手配犯として処理せざるを得ないぞ。私たちは光の園エモンから来ました。一刻も早くラドリンヌ様にお目通りを。なぜエモンが出てくるんだ。まったく用があるからに決まってんだろ。私たちは光の園エモンから来たけど、ヤソンのスパイなんかじゃない。分かったか。それは我々では判断できないことだ。まさかお前たちは族長の死にまで関わっているのか。何、死んだって誰が。お前たち本当にエモンから来たのか。セイトンという年寄りが族長だったろ。少し前に暗殺されたよ。まあ逃走中なら知らなくても無理はないが。まず私たちがいた場所に戻りましょう。それから状況を見ながら判断した方がいいと思う。もうこれ以上不赦どもの警戒網を突破するのは無理だよ。私たちを突破できるとでも思っているのか。うるせえ。あんたたちと付き合ってる時間はないんだよ。私も行く。
気できな。
うのはたやすいことさ。ある家臣に見えるが、お言葉ですが陛下。もうよい。どうせ私の命令など何とも思っていないのだろう。機関の望むままにすればよい。ご命令通り紅の風を打ちます。私のいない間恩義を大切に。それから先ほど申し上げた二人にはお気をつけください。もうよいと。